レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。今日はですね、皆さん大好き牛宮城のね、話をしたいと思います。はい、またちょっと新しい、炎上ネタが湧いておりまして、はい、今度は何が起きたかというと、食品偽装疑惑がこう出てきたと。去勢したお酢牛をメス牛として提供した疑惑が出てきております。はい、これはなぜそういった疑惑が出てきたかというと、とある YouTuber がその宮迫の牛宮城にね、食べに行ったんだよね。で、そうしたら牛の個体識別番号っていうのを、まあ、お店にこう貼り出しているわけなんだけどもね。で、それっていうのはお店のホームページとか、もしくはお店に、その提供している牛のその個体識別番号っていうのはもう表示しとかなきゃいけないんだって。お客さんが見て、で、それをインターネットで調べられるようにしておかなきゃいけないという決まりがあって、で、宮迫の焼肉屋はホームページにはそれは記載してなくて、実際にお店で、まあ、こう個体識別番号がこう表示されてるらしいんだわ。で、とある YouTuber がその牛宮城に行って、で、その個体識別番号を調べてですね、メモって調べて、で、提供していた牛は、どういった牛かっていうのを調べたところ、オス牛が、去勢したオスの牛が混じってた、らしいんですよ。はい。で、ちなみに宮迫は、牛宮城はホームページで、メス牛しかうちは提供しませんっていう風にね、一応歌ってるんだよね。うん。あ、30ヶ月以上、肥育された英語のメス牛のみを使用しているという感じで、うちはもうメス牛しか使わないよっていう。まあ、ちなみにメス牛とオス牛どっちがうまいのかというと、これね、まあ、おいしんぼとかで、貝原雄山が、メス牛の方がうまいってこう断言して、だから一応なんかメス牛神話みたいなのがあるんだよね。で、っていうところで、まあ、メス牛ってちょっとそのオス牛よりも、美味しいと言われているから、まあそういうところでもそのブランド作りだと思うんだけども。まあそんな感じで、宮迫の牛宮城はですね、メス牛しかうちは提供してませんよって言ってたのにもかかわらず、YouTuber が食べに行って個体識別番号を調べたら、お寿司が出てたことが明らかになっちゃった。ということで、いや、これお前宮迫、お前がホームページで歌ってることちゃうやんけっていうところで、まあ、またちょっと炎上しているっていう感じなんですね。はい。いやー、大変ですね。で、まあ、これについて僕は言いたいのは、本当の本当に焼肉屋さんってめちゃめちゃ難しいんですよ。だから、素人が経験もなしに手を出しちゃいけない世界なの。なぜなら、こういったことがあるから。ね。俺も焼肉屋さんをやりたいなと思って、柴田って焼肉のイメージすごいあるじゃないですか。で、焼肉屋さんをやるにあたっていろんなことを調べたんだよね。焼肉屋さんの人にも話を聞いたし、実際にその焼肉屋さんにお肉を卸してるお肉屋さんにも話を聞いたりして、いろいろそのリサーチした結果、これはとてもとても難しくて闇深い業界で、とても素人が手を出しちゃいけない業界だなって思ったの。うん。で、分かったの。だから、俺は焼肉屋をやることをもう一旦ストップしてるんだよね。これ前も話したと思うんだけど。っていう中で、やっぱ何が一番まず難しいかっていうと、お肉の仕入れ。ね。焼肉屋さんって、お肉が一番大事じゃないですか。ね。メインのメニューなんだから。で、そのお肉の仕入れが、とにかく難しい。うん。まず、お肉の目利きができないと、ちゃんとしたお肉を適正な金額でお肉屋さんから買うことができない。うん。で、お肉の金額って、高くなることはあっても安くなることは全くないのね。だから、ただ、もう、なんて言うんだろうな、肉屋さん、肉業者をただただ食わせる、焼肉屋さんになりかねない。うん。
で、目利きができない、でお肉の見方もわからない、知識もないと騙されて、その良くない部位とかしょうもない部位とかをこうずっとずっと買わされるようになる。しかも高い金額でっていうところで、その業界に全く足を踏み入れたことない宮迫が焼肉屋さんをやるなんて超愚行、超めちゃめちゃハードルが高い、難易度高い、ベリーハードなんですよ。で、まあおそらく、まあ宮迫はほとんど名前貸し、まあ宮迫はプロモーションと名前貸しみたいなもんで、まあ実際に運営しているのは、まあ、なんだ、北陸で焼肉屋さんをやってるところなんかな、っていう話だけれども、やっぱりね、いや、多分ね、お肉を仕入れるところもね、普段仕入れてるところとは違う、ね、北陸で仕入れてるところとは違うところだろうし、いや、難しいんだよ。ね、知らん土地まで来て、お肉を仕入れて、で、そこで、まあ、職人を、ね、ちゃんとこう置いてですね、ちゃんとお肉をカットできる職人を置いて、で適正な金額でお客様に焼肉、美味しい焼肉を提供するのってすごい難しいんですよ。というところでね、やっぱこう難しいなっていう、なんでそんな簡単なこともできないんだ、メス牛のみしか提供しないって言ってるんだから、メス牛のみ仕入れればいいだろう、なんでそんなすぐバレるようなことやるんだってみんな思うかもしんないけど、そのね、安定して毎回毎回、高品質でちゃんとしたものをちゃんと適正な金額で仕入れ続けるっていうことが、肉業界はめちゃめちゃ難しいの、超闇深い業界なの。っていう、騙された方が悪いみたいな業界なの。っていう感じで、みんなはなんでこんな当たり前のこともできないんだろうねっていうかもしれないけどね、本当の本当にですね、お肉の業界の人たちとやり取りするっていうのは難しいことなんですね。はい。まあ、で、まあ実際味はというとね、まあ僕が食べに行った感じはすごいごくごく普通だったしね。おすすめですって出されたサーロインのなんか角切りみたいなやつは、なんか牛脂みたいで脂っこいだけで全然美味しくなかったし、牛タンには塩も味付けも何にも振ってなくて、ただ単に切られた全く味付けのない牛タンが出てきて何の味もしなかったし、で、なんだ、長芋キムチ、山芋キムチ、みたいのもね、酸っぱくもないし辛くもないし、サイドメニューも別に俺好みの味じゃなかったし、まあ大して美味しくなかったんですけども、まあね、まあ宮迫の焼肉屋はね、美味しい焼肉を食べに行こうと思って行くところじゃないからね、行ってあれこれ喋りたいと、宮迫の焼肉屋をね、こうあれこれ言いたい人たちが、まあお化け屋敷のように行って楽しむもんだから、まあもはやね、どこでね、どういう風に飼育された牛だとか、どこの部位だとか、もはや美味しいまずいっていうのも正直関係ないとは思うんだけどね。ただまあやっぱり焼肉やって難しいんだよねっていう、素人が手を出していい、ね、芸能人が有名だからその名前だけでどうにかなるっていう、そんな簡単なもんじゃどうやらないんだよね焼肉屋っていうのをですね、まあ見て思いました。でこれを見てね、やっぱうわやっぱ怖いわ、焼肉屋やるのってマジめっちゃ難しい、超怖いわってちょっと震えましたね。ああ俺もね、いつかはやりたいんだけど、まだまだ勉強が必要なのかなとも、はい、思いました。こんな感じで皆さん、この牛宮城また新しい炎上が、起きたそうなんで、それについて今日はお話しました。バイバイ。明日を切らずにいられない。